モハメド・アルファイドモハメド・アルファイドは、エジプト・アレクサンドリア生まれの実業家。1985年に、イギリスの代表的デパートであるハロッツの経営者となり、同じくデパートのナイツブリッジも所有している。また、フラム FC のオーナーも務めていた。アレクサンドリアのバコスにて、小学校教師の最初の息子として生まれた。アルファイドの起こした最初のベンチャーは、 手製のレモネードの販売であった。彼と彼の兄弟は貿易会社を設立し、その後本社をイタリアのジオナに移すと同時に、ロンドンに事務所を設立する。アルファイドはこれを機に、ロンドンでの生活を始めた。1960年代中頃、アルファイドは、ドバイの支配者であったラーシド・ビンサイード・ワール・マクトゥームと出会い、ドバイの開発事業においての信任を勝ち取った。 彼は、イギリスの建設業者たちを組織し、開発事業を成功に導いたが、この実績を買われ、1966年には、ブルネーのスルタン・オマール・アリー・サイフ・ティーム3世の経営顧問に就任した。そして1968年には IMS をドバイに設立し、彼の貿易会社は規模を拡大していった。しかし同時に、武器取引に関わったことや、 ハイチの独裁者のフランソはデュワリエと深い中にあったことも証言されている。1972年にはスコットランドの城とその周辺の土地を購入し巨額の資金をスコットランドの観光再開発事業に投じた。1974年にはイギリスに帰化し鉱山会社の経営に参画するが短期間でその会社を離れている。1979年には フランス・パリのリッツホテルを買収し、それを回収するが、これに対しフランス政府は、マドでパリの称号と借用授与した。以後、アルファイドは、名だたる高級ホテルを買収、改装指名声を上げていった。1984年には、ハロッツの経営母体である、ハウス・オブ・フレイザーの経営権を取得し、デパート業界への進出を加速させていったが、1990年代には、 これは詐欺的な手法によったものではないかという批判も現れた。1997年には息子のドディアルファイドが当時交際中のダイアナヒと共に自己死している。現在ではモナコで一年の多くの時間を過ごし、ヨットに興じる。ありがとうございます。